はい、こんにちは、ストーボック監督と申します。ウイニングイレブン2019マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。今回ですね、次が5連勝をかけた一戦プラス次勝てばおそらくレート800に乗るだろうという一戦です。もう絶対負けられない、絶対勝たなくてはいけない一戦となります。はい、まあちなみにね、そういった試合の場合は、オンラインチャレンジカップで、やるのがおすすめです。というのも90分ね、決着がつかなくても延長戦があるので、そこで勝てばね、万事 OK ということで、早速いきたいと思います。チームマネージメント、まずはねチーム、はい、これで間違いないですね。もうシム専用のメンツで行ってしまったらね、もう負けはね避けられない状況になるので、はい、これで問題ないかなと思います。ナウドだけちょっとあれですけど、まあ入れていきましょう。はい、ではこのねスタメンで必ず勝ちをもぎ取りに行きたいと思います。それでは行きましょう。はい、それではね、対戦相手の方決まりましたんでやっていきたいと思います。さあ、まずは相手のレートから見ておきましょう。レート799。相手全然試合数やってませんね。15試合やって10勝2敗、10勝3敗2引き分けか、勝率 66.7% ということでね、これどうしよう、怖いなこんな相手。いや、5連勝かけた一戦でこういう人と当たるんだな。マイクラ面白いんですけど、選手とフォメゲーなんですよね、泣きということで、ちょっと怖いな。ちなみにうちのチーム見ていきたいと思います。現在レート778。まあ、5連勝したらまあ、大体5倍になるんで、まあ、7、4、5、35、もう絶対、ね、レート800に行きますよね。ほぼほぼ試合数228試合やって勝率が 46.1%、 ここまでやってきました。さあ、絶対勝ちをいきたいと思います。ただね、僕今日ね第1戦目なんですよね、やるのが。なのでちょっとね、なんかどういう感じなのかっていうのがまだ分かんないんですよ。ちょっと言ってること分かんないかもしれないですけれども、なんて言うんだろう、オンライン1戦目ってなんかちょっと緊張するというか、ちょっと違うんですよね。まあまあ行きましょうか、とりあえず。そういう言い訳みたいなのが良いから行きましょう。コンセプトアレンジ、ディフェンシブを違うな、ちょっと緊張してますねどうしよう。教授をキエルディニに変えるかどうかなんですよね。もう今日ガチで行くんで、いや、教授入れてもガチなんですけど、キエルディニで行きたいと思います。で、なのでディフェンシブをマルキーニョスにつけて、偽サイドバック、そして、まあ、いつも通りカウンターターゲット、今日はカウンターターゲット両サイドに配置したいと思います。メッシにはつけません。ムバッペと、サラー、これで、ちょっと調子よくてね、4連勝までこぎつけたんでね、まあ、必ずこれで本当に5連勝目指して。ちょっと時間ないな、これやばい。ちょっとよし、左右はこっち、あ、よし、 PK はもういい、フリーキック、ショートキッカー、メッシ、 OK いこう。相手強い。はい、それではね、試合の方やっていきたいと思います。アルデルレヒト VS ボッカーのゲームチャンネル。さあ、もう自分でね、ハードルみたいなの上げに上げてしまったからな、すごい緊張するわ。なんか、まあ、ハードルじゃないけど、ハードルというかあれやけどな、だいぶこの5連勝というのを意識 しすぎたから。前半ゲームはスタートしています。ちょっとやばいぞ、いきなりこう先制点とかやられそうやろ。あ、ちょっと、あった、ナイス、そうはいくかってんだ、いくぞ、マッペ、いけるか、メッシ、よし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 、ナイス、あーっと、マニュキーしてんの知らんかった。オッケーオッケーオッケー、まあまあまあ、ファーストシュートできました。ちょっとね、緊張のあまり、なんていうんだろう、早く打てみたいな、なんかそういうのあったけど、まあ、これを徐々に慣れていけばいいや。とりあえず手冷たいな、これ。さあ、行きましょう。エリクセン、フリーキック。フリーキックじゃない、コーナーキック。どうだ？メッシにはちょっと合ってるんやけど。OK。どうだ？小技師やな、相手。よしよしよし。まあまあまあいいよ。いや、あいつじゃない、こっちだ。そうですね、ワンツーは使うタイミングが分からないと思うので、オッケー、あっと、マッチアップの際は警戒しておかなければいけないですよね。そうはいかないぞという、まあ、と、シメオネってあれ今週アカンのちゃうかったっけ、どうやろう。カウンターですよ。それか持ってないのか、もっとなんか変な感じになってるけど、はい、大丈夫大丈夫、行こうしよう。どうだこれ、メッシ行けるぞ、ナイス、ダーッと、オーバーで、あーちょっとオーバーで、決めようぜ、しっかりここ。いや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 、とりあえずな、だいぶシュートの嵐や、なんやこれ、
結構ポーズメニュー入る人なんや。細かくなんか変えてくるのかな。変えてきそうやな。さすがにメッシになんかハードマークとか好きそうな気がしますね。今のちょっとしたね、あれでね。だいぶ、なんか2回連続シュート打ってるし、っていうのでハードマークメッシにつけようかみたいな。ちょっとうちも潜って相手のメンツ見ていきたいと思います。さっき見てなかったからですかね。はい。最終ラインそんな強くないな、あれ。アゲール。ナイフアゲールって聞いたことあるけど、FP か、あれ。アリソン。あー、なるほどな。はいはいはい、ローブレンとかね。まあ、最近の FP で当たった選手たちなのかな。ジアシュってあれ、どのジアシュやろ。でも強いジアシュやな。もうこの人があんまりオンラインの試合をやってないっていうのが結構不思議でならんねんけどな。ディフェンシブ、あ、両サイド、守りに入りましたよ。で、スルーパス警戒もつけましたよ。まあ、うちもね、ディフェンシブはつけてますからね。セルティックは立ち上がりから果敢に仕掛けてきていますね。ちょっと待てよ。オッケーオッケー。グスタボにカーソル合わせとこう。グスタボに合わせとったら申し訳ない。問題ないやろ。オッケー、ナイス。サイドを使います。オッケー。一発で出させへんかった。ナイス。グスタボ危ない、これちょっとやばい、シメオネに、うん、ちょっとカーソルこっち。オッケーオッケーオッケー、ナイス、よいしょ。そこまでゴール前に人が集まってしまうとシュートコースがなくなってしまいますよね。こっちだ。いや、ちょっと短いわ、それ短くするつもりはないんやけど。おい、オッケー、取れる、ナイス。バラバラバラン。ちょっと待て、何やあのバラバラバランって。おい、何が起きている、よいしょ。シメオネ、ちょっと危ない、ちょっとあれやばい、ちょっとあかん。オバメをこれで止める、よし、ナイス、よしよしよし、最高。マッペ先生を、俺たちが先制。あー、ミスった。しかしメッシ今度こそ、よし、入った。何度も打つよ。さあ先生、やっぱなんかな、緊張してんねんな、これ。やはりというか、いや、綺麗なカウンターでしたよね。仮に相手は分かっていたとしても、今のようなタイミングで決められた。こっち、あい、怖っ。よしよしよし、ナイス。ここまずな。オッケー、行こう、メッシ交錯する。一旦主導権を握った形になる。あ、ダメ。よしよしよし、戻るわ、俺たち戻るわ。あ、やばいな。あ、ちょっと待って、教授じゃないけど、教授じゃないから遅い、教授じゃないから遅い。だ、助かった。サラ、さあカウンターを仕掛けます。オッケー。サラから大場面や。え、そうじゃない、そうじゃないんや、そうじゃないんやで、そうじゃないんやで。オッケー、そう、こうだ。ちょっと惜しいな今のは。さあカウンタースピードを上げたいところ。オッケー。あ、マークがずれた。オッケー、そこは読んでいる。このボール一気に前線へ。おっと、大丈夫よ、一回ちょっとパスッとね、パスッと。オッケー、パスッとメニューはよくわからんけど、パスッと。よし、行こう、行こう。あっ、やー、キーパー、キーパー、おしゃい、ナイス、最高。メッシ、ちょっとオバメ、ボールが転がってきた。あっと、オバメにボールが当たってない。おいし、ナイスパスや、やめろ、くそ。おいしょ、やばい、これやばい、なんか当たった、よかった。もうファールの目はこんな、こんなとこで事故って点取られたら最悪やからな。ちょっとまた待って、ポーズに潜っとる。めっちゃ潜るな。ちょ、エニクセンなんかすごいスタミナないな。君、スタミナなんぼや。91、めっちゃあるわ。91? 僕の OMF はスタミナいんのかいな。僕のチームのちょっと OMF は、スタミナちょっと必須みたいな感じやな。走り回れみたいな。うまいですね。撫でるようなボールタッチ。オッケー。スルーパスを出す。いいボール入りますよ。危ない。うまい。ああ、もう最悪。ちょっと。いやー、やられるか今の。
OK。今日はね、ほんまに、おい、絶対、こう諦めへんで、最終の、最後までな。いやー、ちょっとなんだ、今のは。はい、前半終了1対1ということでね、後半このまま向かいたいと思います。それでは行きましょう。はい、それではね、後半戦やっていきたいと思います。さあ、行くで、絶対。勝つんやん、今日。ファーストハーフは岡田に1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。オッケー、いいよ。さあ、上がる。オッケー、いける。よしよしよし、取ったけど。取ったけど、それオフサイドやな。いや、ちょっと戻り遅いんかな、これ。まあいいや。入れてきましたけど、アイディアとしては良かったと思いますけどね。オッケー、頑張ろう。絶対負けられない戦いがそこにはあるんだ。ちょっと待て待て。おっと、いいボールでしょ。抜けてくる。あれ？何これ？うわ。え？ちょっと待て。やばいぞ。ああ。連勝がかかってますよ。これよいしょ。ああ、取られた。大丈夫かな今日。いやもうこのクラスの選手になると動き出すタイミングやちょっとほんま、あい、ちょっと待って。これがワールドクラス。オッケーオッケーオッケー。まあまあ落ち着いていこう。とりあえずな、何につけてもこれは落ち着いていかない。しゃあない。このゲーム落ち着かない。しゃあない。あもうおい、ない今の。さあアンデルレキトまだ行け。ナイスショット。枠に入らない。こっから本当に攻めまくらないと。54分選手交代もしっかりてかね、スパサブ最近使ってへんねんな実は。スパサブというよりも、まあ、まずはこの試合の入り方で主導権を握ることが大事になりますよね。うわい、ダメか。いけるぞ。あがん、メッシ、ちょっとそれは届かないか。なんか困った時のメッシ頼みみたいになってまうからな、こういう時、こういう大事な一戦。困った時のメッシ頼みというかな。俺たちはメッシに頼みになったのじゃない。俺たちメッシに頼ってここまで来たわけじゃないんや。な？だから、一人が、ボールを持ったら観客全員が自分を見てると思え。ちょっと待て、やばいぞ、ジアシュ。そして少しでも前にボールを運ぶんだ、メッシだ。いや、ダメか。やっぱこれは難しいな。何分？63分か。もうちょっとだけ、もうちょっとだけ使うか。あい、惜しい。選手変えましょうか、ここで。ここらで変える。セルティックが決定的なチャンスを迎えた。さあちょっとね、エリクセンスタミナがなくなったんで、マッペと変えて、アスパスでもええねんけど、やっぱりバンバ使いますわここは。ちょっと待て、長えな。おっと、もうちょっとなんか変えようかな思ったけど、やっぱりこのまま行こう。このまま行くで。さあマッペが中央になった。ちょっと取りに行かなあかんねんけどな。ボールを取りに行かなあかんねんけど。ああ。最高。バンバ。バンバ。バンバ。メッシ。あっと、ミスった。スペース出す。オドメア。そばさせん。シコ。取りに行けた。よし。マッペ。さあどうする。やっぱりメッシ。バッペ、メッシ、ちょっと待って、ちょっと、いや、まずいぞ、ちょっと、おいし、はい、積極的に、あかんあかんあかん、なんで、ちょっと、そうじゃない、このボールに触ります。よし、行こう、大きく立て、よし、メッシ、あっ、ダメか、いや、ちょっと待て、あっ、取れへん、ボールが、おい、いやいやいや、72分や今、あと1点でいいね、とりあえずな。これ全然マーク外れてんで。あ、やばいやばい。あー、これいられた。いや、あー、キーパーギリバンバマッペからサラー。あっと、待て待て待て、サラー違う、キャンセルが効かんかった。
あかん、なんかパニックになったのかみんな。フィールド上が、フィールド上がパニックや。ここは一旦落ち着きたいところですよね。一旦落ち着くためにもちょっとあれに入るわ、潜る。ちょっとこれ悔しいな、負けたくない。ここまで来て負けたくない。いやいやいや、やばい。時間がないというのにボールを回されている。ほんまにこんなんやってる場合ちゃうねん。あまり時間がありません。急ぎたいところではありますよね。あと1回2回あるかのチャンス。うっせやん、ちょっと。これはひどい。我々の悲願が。ロイス。ジアス。あ、もう全然止められへんけ。アンデルレヒト。ここは時間を使います。とりあえずちょっとみんなで行けよ。時間ないですからね。四角をビタ押しにしていかな。無理だこれ。ちょっとちょマジでこのまま守りきんの。守りきるというかこれ鳥かごってやつやで。うっせやん。ウィーレってこんなおかしい。やっぱり時間なうんやん。全然ボール出てないから無理やってこれ。90分。ああもう、あかんわ。すぐ取ってカウンターやねんけど、行かれへんわ。カウンターも取れへん。あかん、出してもうた。91分、絶望的。諦めたくないけど、おい、あかん。じゃあこれな、同点されたのがまだ良くなかったな。はい、ということでね、もうほんまに残念やわこれ。1対3。いやーが悔しい。さあ北澤さん、本日の対戦何かコメントございますか。そうやな、セルティックとしては試合を回されて負けたあれ最後。そのあたりがはっきりしてなかったでしょうね。やはり組織がしっかりまとまって何とも言えんがな、ほんま。10分ぐらいボール結局触られんかったな、10分。ああいう時どうしたらいいんやろ。なんか効果的な方法ないんかな。これもな、もうこの辺で2ゴール話しとったらな、もうね、今や遅いですけどね、全部、すべてがね、遅いですけど、やっぱりなんか最後の最後まで動き硬かったなというのは、あるな。もう後半チャンスらしいチャンスすらもなかったしな、なんか。あったかな。なんか、まあ、コーナーから、2回ぐらい、まあ、競り勝ってはいたけど、みたいな。そこ以外何もない、ような気がする。いやー、ちょっとな。これな。ちょっと集中切れたな、あの辺で。サイドのとこでな。これも惜しかったけど。ある程度決勝ゴールどんなんや。これか、これか、これが決勝ゴールね、おそらく。そうやわ、アシストって書いてあるもん、これな。はい、もう全部ね、もう後半チャンスこんなんですもんね。もう一個がこれ、これ、これだけか。最後はね、もう、これちょっとどうしようもなかった。これはもうね、止めるというよりかは、みたいな。なんかそれどころじゃなかった。はい、ということでね、まあ残念ながらね、5連勝ならず、そして、レッド800にも乗らなかったですけれども、まあね、5連勝でボンと乗るよりも、僕は、地道にでもいいから、普通に乗りたいなと思ってるんですけど、まあ、5連勝で乗ったらね、それでもそれはそれで良かったんですけどね。はい、ということで、まあ、残念ながらね、レート10下がって、768、10も下がったんかいな。はい、ということで、まあ、今日はこの辺で終わりたいと思います。非常に悔しいですけどね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。